はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太鼓さんね、パート200超えて201回目です。いやー、よく来たね。もうこれ200日やってるいうことですよ。私15分っていうかね、やってる私っていうね、皆さん200回も見てるんですよ。15分費やまあ15分費やしてるかどうかわかんないですけどね。すぐもう見たはんって飛ばしてられてると思う、あの方もおられると思うし、200回も皆さんよく見張りますね。私が言っちゃダメだけど。いや、本当ありがとうございます。さあ、じゃあ意見聞きましょう。我が軍の士気は旺盛でございますと。うわ、1万8500もいるわ。これは厳しいかもわかんないね。でも、まあいいでしょう。ダメだったら退却しましょう。メッセに届くとね。おお、すごい多いわ。これは落ちないわ。しばらくほっといても安心だね。これは落ちない落ちない。これは落ちないわ。我々も早々に退去した方がいいかなと思います。あ、100発110。え、あのライレンさんか。ああ、鈴木、今度鈴木サダイルさんとライレンさんと、あとあれか、ケンニョさんか。あ、で、ケンニョさんと、あの人もう一人。サイガ・マゴイチさん。で、来ようか。お、すごいもんね。まあ、全然減らないけどね。敵さんもすごいね。まだまだ兵の蓄えがあるんだね、向こうさんは。あ、じゃあ、あなた、私とセットで焼いていきましょうか。え？誰のと、誰？うん、三段打ち。これ誰？あ、コロクちゃんか。うわ、すごいな。でもこれ全員過労だわ、4000持ってるから。お、何発打つんだ？ああ。しまった。これは、あ、でもサミダル打ちできんだな、私ね。せんなり秒単かな。せんなり秒単にしとこうか。で、あなたは、あ、もう100発100発打てるあれがないんだ。あ、もうこれ待機しかないね。待機だね。今回天気に悩まされるね。強いわ、これ。これは落ちる気しないね、しばらく。モーリンさんとこ強いわ。あ、まだ雪降ってるし。雷神打っとこうか。減らないね。あ、あなたは100発100発打ってるんだ。すごいね、100発100中。ほんとすごいね。で、他のみんなは待機だね。削られる。めちゃくちゃ削られるね。これ退却した方がいいかな。これはちょっと、しばらく大丈夫だね、これはね。じゃあね、退却しちゃいましょう。軍技かましてね。まだまだ雪降ってから、こらしばらく落ちないね。しばらく落ちないので、周りから攻めていった方が十分、いいでしょうね。待機しましょう。はい、軍技です。さあ、退却しましょう。はい、はい、全員退却じゃーと。これは落ちない、しばらく。これは落ちないですね。外埋めていきましょう。あ、明智光秀様の軍団が。はい。さあ、続きやりましょうか。ちょうど半端な時間になっちゃいましたね。あ、ちょっと待ってよ。ナリリン教えてもらったでしょ。
あ、そっか、高虎さんは違うんだ。細川さんもダメだ。あらら、そっか、みんな行っちゃったんだ。買い物頼んでるからね。じゃあどうしようかなと思ったら、ちょっと布教活動しに行きましょうか、安土城まで。はい。あ、池田さんいるね。あ、不在ですね。はい、佐久間さん。お、橋場殿でもござらぬかと。手合わせできんの？ああ、やっぱり仲良くないからね。じゃあお茶しましょう。とうとう1582年も終わりますね。佐久間さん全然上がってくんないや。殴れる？お、行けましたね。殴っときましょう。ちょっと布教活動入っておきましょうね。いやー、やっぱ郡山城はね、なんかね、昔もなんかなかなか落ちないなっていうのがあったんで、やっぱそうなんですね。吉田郡山城ね。ん？私何しちゃった？なんかすごく間違えたことしたような気がするけど。逃げよう。あ、防御してくれてね。私、あ、鉄壁やったのか、ひょっとすると。完全防御だね、この人。お、すごい。ちょっとゆっくり殴ってみようか。あ、殴れない。ビームにしましょうか。はい、浮き船。すごいあれだね、性格出してですね。本当、このゲームもうよくできてますわ。光栄さんで一番よくできてるゲームな気がするけどね、私ね。いろんなところにやり込み要素があるんで。あ、佐久間さん、団地詰まりを入ってくれなかったんだね。山中鹿之助さんもいなくて、あ、浅野さん、この人、うん、お兄さんだね。団地妻流じゃないのね。いや、じゃあ団地妻流にちょっと誘ってみましょうか。まあ、なんだから、もう5しかないですけど、傷口使っておきましょう。あ、この人も守る人？あ、この人も守る人だね。でも3回目は多分動くと思うんですよ、ほら。ね。移動すると思うんで。で、次防御するかもわかんない。こんな感じかな。あー、しなかったね。ビーム出る？あ、出るね。はい。はい、お見事と。あー、仲間入ってくんなかったね。おじいさん。おー、橋場のどでお茶しましょう。おー、これはと。え、おじいさん、あ、めちゃくちゃ上がったね。手合わせしましょう。そっか、まだ団地詰まりの人、私と会った時に師匠って言ってくれるんで、師匠って言わない人は、あれだね、止まって見える。あ、やっぱ使われちゃったか。火使っちゃう？あ、当たるね。強いね。で、団地詰まり入ってくんないね。はい。おだ、信金さん。団地詰まりじゃないね。手合わせしましょうか。で、ひぎで、傷薬ですね。この距離だったら、まあ、そんな感じですね。おい。おい。おい。あ、泣かなかった。お、全然団地詰まりに入ってくんない。金森さん。あなたは、あなたも違うね。師匠って言ってくんないから。団地妻流じゃないね。こんな感じかな。お、一撃。気持ちいいですね。あんま鳴き声なかったんでね。あ、団地妻入ってくんないわ。じゃあ帰りましょう。帰って弟子たちにね。おお、桜城の
失敗しましたぞか。まあ、ボケたくいきましょう。これ団地詰まりかどうかって見れんの、ここで。見れないよ。あ、見れるわ。細川さん、お、帰ってよ。ならね、ヒギを襲われましょう。なんと、弟子の拙者のヒギを襲われたのでございますなと。おい。でも、剣で何教えてくれるの、これ以上。教えてくれることある？いきなり？あ、金剛力ね。いや、私はもうビーム打つからね。あ、やばいやばい、変な方向に固定しちゃった。あ、もうビーム打っちゃおうか。一撃では死なんか。おお、いたいた。いや、死なんかって言っちゃった殺してんじゃないんだけどね。お前さすがおかしいでしょ、拙者の技をお譲りいたしましょうと。あ、金剛力、これまだ持ってなかったんだね。あ、これコンプリートするの面白いかもしんないね。あ、いやー、いいね、これね。これいいですね、ほんとね。あと、東堂高虎さん。あ、でも今回やっちゃったから、高虎さんちょっと入ってくんない？あ、やりか、この人。ちょっとだからちょっと、あんま良くないんだね、相性が。あ、で、これで踏み込んだら逃げるでしょ、この人。逃げないか。おお、すごい、やられるかもしんない。こんな感じかな。おお、やられる。あ、負けちゃった。ビーム打ったらよかったのかな。まだまだでございますなって言われちゃった。いや、もうリベンジするよもうさすがに決めちゃわないといけないかなと。あ、まだダメ ?28 しか回復しなかった。高虎さん、ちょっと相手してください。うわ、これちょっとまずいかな。惜しいなやり返しちゃった。あ、これ入ってくんないんだね。いや、仕方ないか、戻っちゃおう。ん、おかえりなさいませ、お前様と。で、妻と話しましょうと。なんか、おお、よし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 。うまいと。はい。はい、じゃあ、表情の前行きましょうか。徳川家の治めの米沢城がと、伊達家に攻め入られておりまするぞと、援軍は出しませんと。人事。結構いろいろ、大石さん。で、おお、立花宗雲さんの長男でしたね。おお、この人ね、この人勝てないね、多分ね。この人団地詰まりにするのは無理だね。あ、北条さんだね。あ、文殊寿さん。はい、じゃあね、ちょっとお時間早いですけど、この辺にしときましょうか。引き継ぐ内容とすればですね、まあ今日は取りための最後になるんで、引き継ぐ内容としては、あれだね、あら、毛利さんの本拠地ね。毛利さんの本拠地はしばらく落ちないので、もう周りを、埋めていきましょう。というわけで終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。